電験算種、令和4年下記、問題18を解いていきます。次の文章は、電圧 VT に関する記述である。トランジスタのベース端子に流れ込む電流 IB が十分に小さいとき、これが十分に小さい。つまりこれを0アンペアと考えているということになります。ベース端子を切り離しても、2kΩ の抵抗の電圧は変化しない。これはつまり、ここを 切ってしまったとしても、2kΩ の電圧。この VBT のことです。これが変化しないと言っています。そこで図2の回路で考え、さらに重ね合わせの理を用いることで、電圧 VB を求める。これが図2の回路です。ここの線は切り離してあります。まず、VI イコール 0V とすることで、直流電圧 VB イコール〜〜V が求められる。 VI イコール 0V としてますので、つまりこれが 0V。ということは、この箇所はもういらないので消してしまいます。この状態だと交流電源がなくなりますので、直流の回路になります。この時のここの電圧を直流電圧 VB としています。ここは何 V かというと、この経路で回路を考えた場合、14kΩ と 2kΩ の箇所に 電圧がかかっていますこの時、この 2kΩ にかかっている電圧 VB を求めます。電圧 VB は、ここの全抵抗は 14kΩ と 2kΩ を足したものです。つまり14000プラス2000。そのうちのここの抵抗は 2kΩ です。つまり2000。この計算から VB の電圧を求めます。これを計算すると1.5となります。 よって、ここの電圧 VB は 1.5V ということになります。直流電圧 VB イコール 1.5V です。では、この回路を一旦戻します。次に、直流電圧源の値を 0V とします。つまり、この直流電圧源 12V を 0V とします。なので、この部分は消してしまいます。コンデンサのインピーダンスが 2kΩ より十分に小さいと考える。 コンデンサのインピーダンスとは、このコンデンサのインピーダンスのことを言っています。この 2kΩ に比べて非常に小さいので、つまり 0Ω と考えてしまう。0Ω ということはつまり短絡状態と考えてしまいます。ただ単に線をつないだ状態です。交流電圧 VB の振幅 AB イコール〜何々ミリボルトと書いてありますが、元々の問題文に、 入力電圧の振幅が AI イコール1 0 0ルトと書いてありますので、この VI の振幅も1 0 0ルトになります。初期一層ビ b イコール〜何々ラジアンが求められる。この部分に先ほどコンデンサが書いてありましたが、インピーダンスが非常に小さいですので、コンデンサはないものと考えます。ということは、位層に変化はありませんので、初期一層ビ b はゼロラジアンと考えることができます。 以上の値から VB は1.5プラス0.1サインカッコオメガ T プラス0という式で表すことができます。よって正解はカッコ4番となります。次は問題 B を解いていきます。この箇所の電圧 VC を VC イコール VC プラス AC サインカッコオメガ T プラスシータ C と表した場合、 VC, AC, CHC C に最も近い値の組み合わせは次のうちどれかという問題です。まず、この箇所の電圧 VB は先ほど括弧 A の問題で求めた VB イコール1.5プラス0.13オメガ T で表すことができます。ベースエミッタ間電圧とはこの箇所の電圧のことです。VB は0 7トでは次に、この0 8キロオームの抵抗にかかっている電圧を VE とします。この電圧 VE は、この VB の電圧から VB イコール0.7を引いたものです。よって V イコール VB マイナス0.7の計算で求めることができます。この VB に入る式は、先ほど求めたこの1.5プラス0.13オメガ T が入ります。代入します。1.5引く0.7を計算すると0.8となります。 ところで、ここを流れる電流を IE とします。計算で求めてみようと思います。電流はインピーダンス分の電圧により、インピーダンスは 0.8kΩ よって 800Ω です。電圧は VE ですので、先ほど求めた0.8プラス0.1 3オメガ T を代入します。この式を整理すると、 0.001プラス 0.000125×sinωt となります。ではところで、このトランジスタのベースに流れる電流は非常に小さいです。なので、0と考えます。ということは、このトランジスタのコレクター側から流れ込む電流 IC とすると、IC はこちらに流れる電流 IE と等しいと考えることができます。 では、これをもとに、この 5kΩ の抵抗にかかっている電圧を考えます。電圧は、抵抗×電流により5000、5000×IEV と考えることができます。では、5000IE を計算します。IE は、先ほど求めた、この式です。この式を整理すると、5プラス 0.625sinωt となります。次に、 この箇所の電圧 VC を求めます。この箇所にかかる電圧は 12V。この箇所にかかる電圧は 5000IE。この関係から電圧 VC を求めます。電圧 VC は 12-5000IE の計算で求めることができます。5000IE は先ほど求めた5プラス 0.625×3ωT です。この式に当てはめると このようになります。さらにこの式を整理します。7-0.625×sinωt となります。ではここで、-sinωt に着目します。-sinωt について単位円を使って考えてみようと思います。角度 ωt とします。この時、この円周上の点における y 座標は sinωt です。 この点が sin ωt であれば横軸に対して対称な位置の点の y 座標が -sin ωt となります。y 座標が -sin ωt のとき円周上の点はこの位置に当たります。この線はこの線にプラス π の角度を追加した線になります。ということは -sin ωt というのは サインカッコオメガ T プラスパイと同じということになります。では、この結果からマイナスサインオメガ T をサインカッコオメガ T プラスパイに変えてしまいます。そうすると、このような式に変形できます。この式は、この VC の式の VCAC、シータ c のどれに当てはまるかというと、VC には7が当てはまり、AC には0.625が当てはまります。シータ c には パイが当てはまりまりす AC の0.625は0.62近い値と考えます。よって正解の選択肢は4番ということになります。